い。良い子のみんな、お相撲は親王朝のお兄さん、ヘビリンザマスはよーチェックというわけでございまして、改めまして大人の皆様、おこんにちはのヘビリンザマスはよ。さ、ヘビゾウのお待ち遠さま、大相撲今日の親王朝、この糖尿病やろうってそういうことを言ってはいけないザーマスはよと言ってるわけでございまして、さあ今日もラジオ配信をさせていただきます。さあ今日もですね、お客様のお耳を拝借するザーマスはよ、お耳は拝借しないザーマスはね、お耳の穴をよくかっぽじって聞くザーマスはよ。それでは番組スタートです、よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましておこんにちはのヘビリンザーマスはよ。お元気にしてるザーマス、なんか今日はちょっとお天気よろしかったザーマスはね。でもちょっとね、あの日が陰ってくると少し涼しいというかさ、うすら寒くなるわけザーマスはよ。うすら寒くなる、だってヘビリンの頭の中身はうすらバカとかって、そういうこと言っちゃいけないじゃ、言わないでちょうだいザーマスはね。お相撲さんはうすらバカというわけでございます。さあ、まあね、前振りはこれぐらいにいたしまして、さあ今日は何をお話しするザーマスのヘビリン、わけのわかんないお話、毎日してるザーマスは、このトンチキ野郎ってこういう風にね、この糖尿インポ野郎とかってこうやって言われてるザーマスけども、まあその糖尿インポ野郎っていうのはですね、ヘビリンは大丈夫ザーマスはよということでございます。さあ、リクエストにお答えしてザーマスはね、まあ、あの相撲史の研究というのをですね、まあつら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 とくっちゃべってるわけザーマスけどもさあ今日はですね、どんなお話しましょうかというと、まあ前回に引き続きですね、女相撲の登場についてお話ししたいと思います。今日はもう先にね、あのこのようにキーワードをね、多く出してあります。まあいろいろとこの字を読みながら一体何があるのというところをですね、確認していきましょう。はい、いきますよ。いわゆる相撲が、すまひ、すまいという新じまいの系統と力比べの系統との合体したものに由来するという前述の僕の考え方からをすれば、相撲が巫女のような女性によって行われたことがあっても、そう不思議ではないと考えます。女相撲なるものは近代にも余興として興行されてきたことがございます。そして復興されたことがあります。しかしこれは多分に好奇的なものであって、正当な伝統を受け継いだものではありません。今日ではもうそれも廃れてしまい、廃止されてしまっている。本格的な相撲については、また後に後述いたしますが、江戸時代から明治5年11月場所まで、女性がこの相撲というものを見物することは許されずにいたほど、ここですね、江戸時代から明治5年11月まで、禁止されていました。相撲と女はしばらく縁の遠いものでした。しかし、例えば、日本書紀によれば、雄略天皇がうねめたちを集め、衣を脱がせ、遠ざき、つまり回しを締め込みをさせて相撲を取らせたという話が残っています。この伝承はいかにも気性の激しくいたずら好きな雄略天皇らしい性格に合わせた話で、真実のほどはどうか怪しまれる部分がありますが、宮遣いをして舞姫である立場のうねめが住まひする可能性はあったとしても良いと考える。雄略天皇の話以来、天皇の相撲好きを語る話はすこぶる多いです。宇田天皇は在原の成平と自ら相撲を取って投げられ、ぶつかって柱に頭をぶつけ折ってしまったという話も残っております。これは大鏡に見える話です。大鏡、院政時代には堀川天皇が夜更けにかけてから御殿の南の面でこっそり人家に相撲を取らせたとも言われています。これらの時代の公式の天覧相撲、それが相撲の設置絵でした。設置絵相撲は7月の7日に行うのを原則として、
天平年間の記録が初見であることを前回述べておりますが、七夕の頃の一般の相撲はすでにその以前から伝来していたのですから、全く天平6年が最初だったかどうかはこれはもう誰にもわからないです。さて、相撲設置のためにはまず小鳥の使いというものが決められました。この小鳥の使いが各地方に赴いて国々の軍師と折衝し、軍師の推薦によって力士を選ぶのである。それはだいたい6月の20日以前に選定し終わるのが原則でした。ところが平安初期から別に期限を決めないようになっていきます。したがって遅れて発表されるものが多く、設置への日にもそれに伴って遅れざるを得なくなります。あまりに遅れるものが多かったために、順和天皇は天正8年831年にこれを5月の下旬までと定める、またはこれを締め切る、限ったということがあります。それが崩れて6月25日あたりまでが限界となりました。もしこれを守らない場合には小鳥の使いを罰したものであります。というのも、その召使いに応じて相撲人となって上京することは留守の家族にかなりの迷惑をかけることであり、特別の保証もないままに有力な働き手がある期間家を去っていくことに辛い思いをしたことから、応酬を渋る者も出てきたのである。それで律令下の中央政府の力が衰えていくとともに、その参集もはかばかしくいかなくなっていくのである。設置相撲の主催者は左右の近衛府である。それぞれが豪遊の相撲人を召し集め、大いに激励奨励するものである。そしてあらかじめ定められていた相撲の司別当、司別当というのは相撲の司のことを言います。左右各一人並びに相撲の司の任命が正式に行われるようになっていきます。それは6月15、6日の頃であります。相撲の司別当は多くは親王でした。相撲の司は人数を限らず、だいたい3議以上の苦行をあてがい、それぞれの近衛の司に配当したのであります。ということでございました。いかがでございましたでしょうか。相撲のですね、女相撲というのがありましたということです。そしてですね、これ実際に、つい最近といったらなんですけども、まあ、見せ物余興の興行で昭和30年代ぐらいまで、各地方のですね部分で相撲興行で小さく最後まで、チラチラとやっていったというところがあったという記録が残っています。これはもう、こちらに来ていただいているお客様はですね、お相撲の造形が非常にお深い方が多いと思いますから、そういうものをご存知かと思います。また、女相撲の大関の若緑なんていう人も結構有名な人がいましたね。実際にね、最近まで生きてらっしゃった、ね、ご存命でいらっしゃったという方もいらっしゃったということで、まあ、初期だとかそういうね、著書なんかも残っているということです。よろしゅうございますか。ここの中心人物が雄略天皇だとか、あとはですね、在原の成平または順和天皇ね、こういう人たちがいて、その時代にあと宇田天皇ですね、もういたということで、まあ、この辺の人たちが女相撲というものを、意外なほどに愛していた、愛していたという言い方が変ですけどもね、好んでいた。まあ、もちろんその普通の男性同士のですね、ぶつかる神事的な、この当時神事ですからね、興行じゃありませんから、神事的な相撲も愛好していた天皇の相撲好きという部分もありましたということです。さあ、もしですね、このようなお話いかがでしょうか。面白い、面白くない、まあ、聞いた方によっていろいろと、話の優劣が出てくると思います。もしですね、またこのお話を続けてほしいよ、続けなさいということになればですね、次回は相撲設営の儀式についてお話をしたいと思います。もしですね、もうこんなお話聞きたくない、もっと八百長のお話をするんだ、この
クソヘビリンとかっていうなるんであればですね、このヘビリンもですね、このクソヘビリンとか言いながらですねやっていきたいと思っておりますが、まあこのお話、相撲のね、相撲史の研究となると、これ本当正直言って相当長くなります。ですから、聞いていただくお客様飽きなければね、聞いていただきたいと思うんですけど、それ相当の覚悟がないと聞き疲れちゃうんじゃないのかなと思います。それぐらいですね、約1500年ちょっとのですねお相撲の歴史というのは大変長くございますんでね、どうぞ平にですね、まあお手すきの時にお付き合いいただけたら好人かなと思っています。まあ、話は重複しますが、この話聞きたい方は挙手、聞きたくない方はもう聞かなくていいと思いますよ。別に現在の興行相撲とは全く関係のない世界のお話です。ただお相撲の歴史というものはこういうものですよということをお話ししているだけでございます。さあ、それではですね、今日もですねお時間がございませんということで、軽くご挨拶を。はい、川原さん、おコメントありがとうございます。森子先生、おコメントありがとうございます。松山親方様、おこんにちはのお元気ですか。はい、そして、まさぴー、おコメントありがとうございます。お体お大事にするざますわよ。さあ、あとですね、他にも数多くですね、まあ数多くと言ったら嘘になっちゃうのかな、こういうお話になるとガクッと再生回数が減るざますわね。まあそれぐらいこういうお相撲の歴史というのはあまり興味がない方が多いんでしょう。そういうわけでございましてですね、まあ他にも何名かね、この他にもおコメントいただいてました。時間の関係上割愛をさせていただきますことをどうぞお許しください。またそれではですね、今日はこの辺でエンディングに入りましょう。花田勝氏がこんなことやってる暇あったら相撲氏話せって言うんです。まあちょっとこれもですねサービスでございますんで、花田勝氏がこの何ざますのこの時代ざますはね、有力天皇とかね、順那天皇とかの時代の時には女相撲というのもしっかりありましたよというわけでございます。ざますはよ、ね、今はねないざますはね、で何ですか、土俵の上に女性を上げてはいけませんなので塩ぶっかけてたっていう、春日野ちゃん、あんた聞いてる、舞鶴の話よ、舞鶴巡業のあんた話してんのよ今。ヘビリン、あんたポケットに手突っ込んでたざますよ。トイレ行って知らなかったって嘘ばっかりついてんじゃねえこのクソ野郎。お前ポケットに手突っ込んで、お前花道の奥で見てたじゃねえかお前この野郎、授業先でって、お前女の人がお前ねって、お前肝心元さんが倒れてって脳梗塞かなんか起こして倒れて大変な時に助けに行ったら、なんで塩巻いて追い出すんだこのクソバカ野郎って、こういうね、人命より興行、ね、人命よりお金というのがですね今の日本相撲協会の姿でざます。これが公益財団法人と言っていていいんですかね、こんなもの許されませんよ、ね、公益を剥奪して日本相撲協会を解散させましょう、ね、まあ、そういう運動もさせていただいておりますので、まあ、一緒に運動したいわという方がいらっしゃったらいつでもこちらに、ね、ヘビリーのところに一声かけてください、ね、一緒に運動しましょうね、まあ、ご協力いただけたらと思いますけども、まあ、ご協力いただかなくてもヘビリー一人で勝手にやってますけど、外線車に乗り込んでねやってますんで、よろしくどうぞお願いいたします。さあ、それではですね、また次回私が殺されなければお会いいたしましょうね。それではまたごきげんよう。さようなら。